どうも、山田義郎です。これは今日はね、北海道なんですよ。札幌で、札幌まだまだ寒い寒いにもかかわらずシャツ1枚というのは、今ですね、あの蔵の湯という、温泉から出てきたところなんです。まあ話せば長いんですが、前の動画でジム行き始めたってやつやりましたね。ジム行き始めたんですよ。でジム行き始めて3日間連続でジム行って、でジムの月会費からカウントしてみると、まあジムにはお風呂があってサウナもあって、だからまあ結構サウナ何日だろう、20日ぐらい行く、月に20日、15日2日に1回ぐらいサウナ行くんだったら、もうあのジムの月会費の方が安いんじゃねみたいなことになり、じゃあもうジム入っちゃえって言ったと。で3日連続で行ったってことは、つまり3日連続でサウナ入って、でそこから北海道出張になっちゃったんですよ。そしたらジムロスというかですね、ジムっぽいとこ行きたいなみたいな、あのそんな気持ちになっちゃったということがあります。でそんな気持ちになっちゃって北海道出張して、北海道といえばお寿司食べたい、それから焼肉食べたい、それからラーメン食べたい、そしてスープカレー食べたい、まあ、こういうのをもう片っ端から、まあ夜ご飯、昼ご飯、まあ、こういうのを選びながらひたすら食べてたんですね。で、焼肉どうしても食べたいって言って焼肉食べに行ったんですよ。平和園というとても美味しい焼肉屋で、安くて美味しかったんですけど、そしたらその焼肉屋がめちゃくちゃ煙がすごくて、すごい煙で、でもう全身が焼肉の匂いになっちゃったので、これはやばいということで、コインランドリーを急遽探してですね、コインランドリーに行くってことをしたんですよ。そのコインランドリーがこの今後ろにあるんですね。ちょっと光っちゃって見にくいかもしれませんが、ウォッシュプラスって書いてあるこのコインランドリーがあったと。でここで入れて、それでぐらーっと回して1時間ぐらい、まあ、この周辺ちょっとお店とかがあったんで、お店とか歩いて、で1時間ぐらいに戻ってきて、それでまあもう焼肉臭だった、すごい煙臭だった、服をですね、もうめちゃくちゃいい匂いに変えちゃったの。いい匂いに変えてふっと横を見たらですね、蔵の湯って書いてあるんですよ。だから多分ここのコインランドリーに来る人たち、まあほとんどではないかもしれないけど、この蔵の湯ってとこに来てたんでしょうね、きっとね。ほんで蔵の湯の料金を見たらですね、490円って書いてあるんですよ。490円で、ほんでサウナついてると、水風呂もある、で外気浴もできるって書いてあって、で温泉もある、で続々と人入ってくるんですけど、ここすっごい来るんですよ。歩いてとぼ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 って怒られちゃうけど、これはちょっと入ってみたいなと、その日に狙いを定めて、そして今日ですね、まあ、その次の日ぐらい、あ違うか、翌日ぐらいかな、結局合計 5日間ぐらい札幌にいるので、ちょっと2日後ぐらいにはもうちょっとここへ行きたいなと思って、今日蔵の湯行ってきました。すごいです、もう大人気で、やっぱ安いんだと思うんですよね、490円って。でサウナ入ったらですね、男湯のサウナが満席だから、そのサウナに座るところに全員人が座っていて、そしてその人たちの前に男の人が3人ぐらい立って待ってるっていう状態です。だからまあ、もうすでにサウナの部屋の中ですよ。だから暑いんですよ。だからめっちゃ汗かきながら立ってんです。立つと結構上が高いので頭が朦朧としてくるみたいな感じですけど、立って待っていて、それでもどうでしょうね、結構広いサウナですよ。10人以上はいるな、15人ぐらい入れるサウナで、そこにプラス3人待ってるっていうことになってて、で1人ずつ終わって出ていくと、そこに立てた人が座るんだけど、外からまた人が入ってくるということになって、だからもうね、常に満室状態のサウナでした。で外に出たらすぐ大きく6人ぐらい入れる水風呂があるんですよ。水風呂としてはでかいなと思うんですけど、でここはね、その混み具合に反して誰も入ってないですよね、水風呂に。全然入ってなくて、1人入ってるか入ってないかぐらい。でその水風呂のところから扉2つ開けると、なんかね、中庭みたいになってて、露天風呂みたいになってて、そこに
外気浴用 の、 あのいわゆるチェアですね、椅子がずらっと並んでて、でそこにドーンと座ってる人たちがいっぱいいると。でこの今ね、僕がこうこの半袖で立ってるのが若干肌寒いぐらい、でもどうだろう、この人たちはあれかな、シャツ1枚ってことなので、車から降りてきた人かもしれません。普通に歩くなら多分ね、ライトダウンジャケットぐらいは、この今の人はそうかな、ライトダウンぐらいはいるんじゃないかなっていう気温なんですね。なので、まあ、大阪あたりだと今日もあったかいんだろうと思うんですけど、外にいるとね、普通だったらもう寒ってなる。この格好でここに立ってるのはちょっとおかしいから、みんなずっとこっちを見ながら歩くぐらいの、そんな感じなんですよね。ちょっと外に立ってられないなっていう感じです。ということは外気浴はね、めっちゃ気持ちいいんですよ。この状態の温度って多分ね、冬の北海道だったら本当に外気浴とかサウナ後でもしんどいと思うんですが、今はねちょうどいいですね。この春先の北海道で外気浴やると冷たすぎないけどぬるすぎないんですよ。今大阪ではもう、神戸でもちょっとねぬるいから、外に座っててもあんまりパリッとしないですね。パリッとしない。でも北海道今ちょうどいい感じでしたね。というようなことがいろいろ相まって、今日は蔵の湯に来ちゃったという、そんな報告でしたね。もう早くまたあのジムに行って筋肉を痛めつけて、その後のあのお風呂とサウナに入りたいなという気持ちでしたが、なかなか良かったです、札幌の蔵の湯。まあ、もしここ札幌長めに出張する人がいたら、ぜひ味わってみてください。どうもありがとうございました。